エボリューション進化という新しい可能性のためにそれぞれのラボで日夜研究を続けるエンジニアたち世界的にも最高のクオリティを持って評価されるメイドインジャパンを生み出す現場では日々どんなことが起こっているんでしょうか こんばんばは、でです。す。インデックス第125回ですこの番組ではさまざまな技術開発に携わったエンジニアたちをゲストに迎えその技術が生まれた背景に迫りますさて先日インスタグラムで投稿写真についた「いいね」の史上最多記録をどこにでもある茶色の卵が塗り替えたなんていうニュースがありました。 これまでの記録はアメリカのソーシャルメディア界のセレブ化粧品ブランド立ち上げて成功を収めていたカイリー・ジェンナーさんねこの方すごいんですよね子供の頃からテレビ出てこの方の保持していた1830万いいね聞いたことないですね日本では聞かない数字ですけれどもさすがこの方が記録だったわけですねしかしこの茶色い卵は投稿から10日間で2990万件のいいねを獲得しました この写真を投稿したアカウント名はワーールドドレコードエッグ世界の記録的卵世界記録卵みたいなね、えー、世界記録の卵みんなで世界記録を打ち立てようと呼びかけたものなんですね。 AFP 通信によるとアカウントの主は投稿についてできるだけ普通のもので記録に挑戦するのが面白いと思ったそれで卵にしたと説明しているそうですいやーもう時代のスピードすごいですよねもう僕からすると俺完全に本末転倒あのいいものをだからいいねがあっていいねの数がすごいからいいものだねって判断するのが一周回るとこういうことになるんでしょうねだから これはまたこれの振り戻し反作用があるんだろうしなんかちょっとそういうのに対するアンチテーゼみたいなねうーんシャレうんなんかそういうのもちょっと感じるまさに現代らしいニュースですねさて今夜のレジェンドエンジニアまいりましょう先週に引き続き世界で唯一の銀の繊維で世の中を紡いでいく三通詞株式会社の代表取締役社長三寺歩さんです松風真さがお送りしていく「b フ f m エラボインデックス」今週も進化を生み出す人間の力 僕と一緒に探っていきましょう A さて私たちの生活の中でいろいろな形で活用されている人工知能 AI を便利だと思っている方多いと思いますが実は AI を使った犯罪が広まりつつあることご存知でしょうか こちらは日本経済新聞2019年1月29日付の記事からのご紹介ですが AI を悪用する例にはこんなことがありました2017年11年月ののインドでのことコールセンターに大量の問い合わせの電話がありその電話に対応するオペレーターを追いつかず回線はパンクしかしその問い合わせの内容はほぼ同じ内容だったためオペレーターがあえて複雑な質問をすると電話の相手はつじつまが合わない応答を繰り返すようになったそうです このことによりこの大量の問い合わせ電話は音声認識などをを使ったたたた AI を悪用ししたいたずらと判断されましたそんな事例が多くあることから危険を感じたアメリカ IBM 基礎研究所では今後の AI を使った攻撃を予想して AI を組み込んだウイルスディープロッカーを試作してアメリカのセキュリティーイベントで発表しました。 このウイルスディープロッカーを動画再生ソフトに潜ませた場合このウイルスが潜んでいる動画を再生するとディープロッカーの中の AI は密かにパソコンやスマートフォンについたカメラを通じて動画をを再生ししている個人の顔を分析しますそして標的と判断すれば不正なプログラムを停止させるのです私たちは知らない間に AI に見られ判断されるというわけです。 アメリカ IBM 基礎研究所では犯罪者がこれと似たようなプログラムを開発した場合特定の組織や個人を狙う標的型攻撃に悪用する事態はいつ発生してもおかしくないとしていますそしてこうしたサイバー攻撃の防御でも AI は重要なものとなってきていますセキュリティソフトのシマンテックによると現在すでに分かっているウイルスの攻撃の9割を AI で認識できるようになっているとのこと またアメリカのサンライスが年内に発売するソフトはパソコンが動く時キーボードの入力速度や稼働中のソフトの種類などを AI が分析するものいつもと違う動きをするものをあぶり出し他人が操作していると判断するとブロックするそうです今や人間を超えて AI 同士の戦いとなっているセキュリティ工房 この先どんなことになっていくのでしょうか松風真さんがお送りしている BFMA ラボインデックスそれではここで第125回のレジェンドエンジニアをお迎えいたしましょう先週に引き続いての登場三藤株式会社代表取締役社長三寺歩さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえ前回の終わりにですねウェアラブル事業への参入という はい、また一行で <laughs> あの見さんのお話本当一一行でとんでもないのが多いですけれどもこれも簡単にちょっと一個だけ思うんですけどあの西陣織から入って、はい、和布団などの装飾で銀メッキーの地けで開発、はい、からのウェアラブルで着るだけで体調が分かりますみたいな、はい、急に何でしょう科学番組選ぶインデックスにぴったりうちの番組にぴったりな感じこれも飛びましたねまた。そうなんです あの飛ぶんですけど、はい、実はあんまりあのよく私聞かれるのが戦略とかそのビジョンとかどうしてますかって聞かれるんですけど全然ないんですよねなんかあんまりあの偉そうにそんな言える話がなくて、うん、あのやっぱりこの仕事、まあ、私ついた時に全く素人だったんですねですからもうひたすらお客さんとか回ってたんですねこの素人というのは、えー、と銀メッキ繊維に関して繊維のの業界が初めてだったので、はいはいはい これどんんんんななななもだろうっってかからなかったんですよねですからもうひたすらお客さんを回ってこれどう思われますかっていうのをですね聞いていろんな人からまあいっぱいいろんなことを教えてもらえるんですよね。でそれでだん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 あ世の中こうなっていくんだなっていうのが結果としてこのウェアラブル。 っていう方向にあるあの繊維に関しては素人だった分だけスポンジっていうか何でもいいがこれのこれとつながるので、はい、これできるんだみたいなのでどん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 可能性にもあのパーテーションがなかったのかもしれないですねこんなんやんないよ普通みたいな概念もむしろないので <laughs> 全くなかったですねエイジポスのやっぱクオリティが高かったっていうところもお父様命がけでつかんでくれたこれのクオリティが高いからまたそこもつながってきて、はい、そうですね。 20年前とかかっってなかったですもんねしかもあんな小型化で、はい、今なんか小型化通り越して大型化になってきちゃって性能上がってって <laughs>、はい、あの辺も全部電気ですもんね通電で電気で動いてるものですもんねそういった意味では時代的にもなんか偶然引き寄せられたというかはい、いうところでウェアラブル事業に進出する、はい、これ具体的にどのような形に今なってるのか教えていただいてもいいですかそううですねウェアラブルっていうのはまあ、はい あの、いろんなまあ、ところで聞かれると思うんですけど。実はですね。いくつもパーツが分かれていまして、はい、例えばその糸が電気を通しますとで、この糸を使って服を作ります。で、この服が、えー、生体情報まあ、体の例えば心電とか心拍って言って情報を取ります。で、はい、その取った情報を集めてスマートフォンとか。あとはコンピューターとかクラウドとかに。 飛ばさななきゃいけないけんですねデータを通信しなきゃいけないので、うん、その通信の機械がいますで通信の機械が取ったデータを、まあ、要はサーバーとかクラウドにたまるんですけれどもあなたはどういう状態ですよとかあなたはこうですよっていうのをそこで分析しなきゃいけないんですね、うん、で分析した結果を例えばまたスマートフォンに返したりとか、はい、あとは管理している人に戻してあげてこの人こういう状態ですよとかあなたこうですよっていうのを教えなきゃいけないんですねで今お話しただけで5つのパーツに分かれているんです、ね。なるほど でこのパーツが繊維業で電気メーカーの仕事、はい、IT 会社の仕事ってもう全部、はい、SE もその組組みみ立立ててプログラム組み立てと全部分かれているのでこのパーツ一つでバチッとやらなきゃいけないんですよですからウェーラブルって参入するのがものすごく難しい業界な,です、ね、なるほど、そしてミテラさん偶然にも IT の景色をご覧になってるっていうことで、はいはい、そうなんですたたたまたまですね私パナソニックにいた時に、はい このお客様にに特化したた専用の機械を作る部署にいたんですねなので機械を作る人たちも知ってましたしそれを IT のシステムを作る人たちも知ってましたし、はい、たまたま人が知ってたんですね。はいはいはい ですから世界中出張で回るんですけどたまたまそんだけ知ってる人が繊維の業界にやってきたって世界で初めて聞いたって言われるのですごく珍しいケースかもしれないです、ね。これあとなるほどと思いますけど逆に言うと大手の企業がじゃあ有名なそのパナソニックさんだったりが、はい、じゃあ銀繊維作るかっつったら作んないですもんね。作らないですね三寺さん側からはあったとしても、はい、パナソニック側からは他の大手も含めて。はい ないっすよね SE とか全部プログラムあのシステム法、はい、プラットフォーム全部持ってるけど、えー、じゃあ銀繊維開発しましょうは聞いたことないですよねユニクロぐらいですよね繊維からやろうとするのって <laughs>、ね、はいそれはだからすごくエアポケットというか、はい、気がつかなかったところで、はい、でもこれ簡単に言うとやっぱり大変ですよね僕だからソフトウェアこれどうしてんのかなと思ったんですけど、はい、やっぱりそれはあの人脈でそうですねですかうちの社内は意図 開発する人もいれば服作る人もいてあのこの電子機器ですね、はい、通信機器を作る人がいてハードウェアを作る人がいてでソフトウェアを作る人がいてクラウドのサーバーのエンジニアがいてってもうわけわからないですかいますでら恐ろしいですよミシンの大きな機械の隣にハンダコテのなんか 基作ってるおじさんそれは繊維から一回集めるハードウェアでそこはもう基板とかがないとしかも小型軽量化とかみたいな話ですねそれをやる人もいるでその横にサーバーのプログラム書いてる人がいてそこから Bluetooth かんかで飛ぶそれを受けるそうですスマートフォンのアプリとか iPhone アンドロイドに対応したもうそこもだけで厄介ぐらいのあれですもんそこの作る SE の方いるそれがまたサーバーに上がるそのサーバー管理する人もいるいます でさっき言ったフィードバックそうなんですよですから不思議な人たちが <laughs> 会話が変なんですよですからもうひたすらミシンしてる人の横でいやこれはもうちょっと三藤は本当に2000年代の会社ですね <laughs> になっちゃいましたねもうまさかおじい様の合ガッ合ャ,ャン町工場からは全然想像できないそうですね,ですね、まあ、むちゃくちゃクリエイティブもの作ってるのは同じですけど、はい、そうですね これでも大変ですよね。簡単に作るって言っても大変ですね。あのそもそもはどうした、はい、なんか依頼があってだったんですか。そのウェアラブルそうなんです着て体調管理あのまあこういうウェアラブルが世の中をで広がっていくよっていうのはいろんな研究所に行くと、はい、その研究員の方に教えてもらってたんですけど、はい、もう何年前ですかね。僕もよくニュース等で見ました。えー、今後は全部切るんだみたいなそう,そうですね。5年ぐらい前ですね。 意外にに液晶は腕にまだついいてないですね今頃2019年になっても <laughs>、はい、こうだから遅いなっていう感じはしますけれどもそ,うです、ね、そのもうわっと火がついた時にすで、はい、に取り組んでいた。で,、はい、であのお客様のところに行くと「ウェーラブル作ってくれ」って言われるんですね。って言うんでせんかいや糸じゃなくて糸買っても作れないでしょ」って言われてですねまあそうだなと思って。 いいろろ総合すると誰も作らなくて要はニニーーズズががすすすすごごいいんんででよものの数ある体調管理はどこら辺の現場から言われるんですか、はいまあ、だから建設会社もそうですね工事現場建設会社はい工事現場の方が高齢化していってるので倒れないように健康管理してあげたいっていうわけですね、はい、で倒れちゃった場合会社の責任とかになっちゃうわけですかです、はい、労災的なああそうですね、はい、になっちゃうんで,うできっちりと管理をはい 例えば工場もあの例えば暑い環境もありますし、はい、あのそういう体調管理したいというのも多かったですしまあすごい重要なんですねでもう一つが我々の糸屋さんですけど、はい、糸とかそのデバイスとか要は、まあ、電子機器通信機器作っているような企業って全部要は、まあ、僕らシーズって言いますけど、はい、いや種ですね。種のとところと 技術の種はみんな持っていてニーズは持っていて、ま、真んん中につなげる人がいないんですよん接着剤がいないのであこれはその種を全部つないで技術を全部つないで接着剤としてお客様のニーズに応える会社がないとダメだなと思いましてじゃあ僕らはせ、まあ、今は言ってないですけど当時は接着剤になろうって言ってですね 接着剤になっていくと自社内に人が来て自社で作るようになったっていう感じなんですね。なるほど。はい、いやでもあのそう考えてみればあの高齢少子高齢化はすごく問題になっていて、はいはい、僕もあのもと建設ちょっとアルバイトで型枠の方をやってたことがあるんですけれども、あの確かに技術持ってないとできなかったりするので大工さんは、ね、高齢化問題ですもんね。はい、だそういうところにニーズが出てくるっていう。はい あとはあれですか病院とかも考えてみれば全部病院はまた違う感じなんですかいや、えー、病院はまさにこれから多分たくさん入っていく場所だと思います今のウェーラブルっていうのはどこにいる人がどういう状態か場所と状態まで分かるようになっていますので病院の中のどこを歩いていてもその患者さんが状態病院側が分かるようにするとかですね、うん これだから過酷な状況で働いている方の体調管理っていうのがそもそもかもしれないですけど、はい、人間の体調があの数値化して見えるとかっていう、はいはい、あそれんみんなが持っているものだし、はい、位置わかるし警告音も出せるしっなったら、はい、結構何でもですね今病院って言った後ににパーソナルだと思ったんですけど病院に行く手前のパーソナルな、はい、おのおのの人たちにみんな有益ってことですもんね。そうです、ね、ですすねから ちょっと今日しんどいなと思ったときに自分って数値いくつだろうって、まあ、パッと見れると、はい、まあ逆に安心したりしますよねああ大丈夫だみたいなで逆,逆もしっかりとかことですね、はい、自分は大丈夫だと思ってるけど、はい、あれこれ数値やばいなみたいなところも、ね、気づいてない体調変化っていうんですかね面白、はい、はい、あですもん僕はあのこれ,これそうなんですけどバッグに最近あの、はい、アナログの温度計をつけてまして、はい、温度いちいち見るっていうのをここ2か月ぐらいやってるんですけど温度に興味があるんですか温度って ちゃんととと数値で気にしたこなないなと思ってみんな寒いとか、ね、今日は寒くなるよとか、はい、天気予報見て何とかっつってるじゃないですか、はいはい、それが実際僕のいるところは何度なんだろうかみたいなのをあ<ー>あの測ってみようと思ってすごいですねそれは別にそれから何も生まれてないんですけど <laughs> でもアナログの温度計を持って街をふらふらしてるのは、はい、多分僕,僕か気象庁の人気象庁の人もやらないです,です、ね、なんかデジタルも信用できなくて、はい、わざとアナログを買ってあ素晴らしいですねだからそ当たり前のことって すごい得るものがこのウェアラブルのシャツで言ったらし、はい、心拍数とと体温取れちゃうってことですか、えー、そうですね体温は、えーまあ、取れますね、はいうん、分かることすごいあるわけですもんね。かなり今研究が進んできていましていわゆる心電データとか心拍数でかなりそのいろんな体の状態が分かるようになってきていますので進化が著しいですね。 あとこれできるってなったらもっとこれもできますよねってい問い合わせも、はい、僕あ腕時計も好きなんですけどあのマラソンやる方があのピって時間をタイム取るのはもちろんで、はいえー、でそれにあの心拍が脈が手首にあるので取れちゃうんですよね、はい、そで,ねでそれそれから全部この体調管理みたいなのもつながってて、はい、もっと取りたい人は心臓の近くにそれをアフターパーツつ,つけてくださいみたいなのあってそういうアスリートの方とかも全然。 そうですね,すねアスリートの方はかなりあの脅威を持ってていいただいてますねうん、うん、これだから相手が人間になっちゃったからもう無限の全人間対応ですよね,そうですね人間もそうですし最近動物も増えてきてますので結構動物大変ですけどねいやでも、はい、動物の方がなんかちょっと今日食欲ないわとかって言ってくれないので,そうです、ね、何かつけっぱなしにできるウェアラブル切っぱなしにできるものがあったら、はい これいいですよね,いいですね意外とストレス溜まってるんですよ<や>動物って、はい、ですから病気になって動物がそのまあ、死んでしまったっていうのが実はストレスで環境が変化しすぎてストレスで耐えられなくなってはいはい 最後病気で、はい、結果病気で死んでますけど、はい、その病気になる原因ってことですねそうです人間も最後肺炎とか言ってますけど、はい、風邪とかになってますけどそのなる過程っていうことですよね,すね、はい、あとこのウェアラブル何が強いってつけっぱなしじゃないですか着、はい、てるって一番ストレスなくずっとついてるっていう、はい、だから24時間観測しっぱなし365日みたいなのもすごく今までに比べてやりやすいっていう状態ですよね。や、はい、やりすすいで,すで特に最近そのあのあ 注目されているのがスリープテックって呼ばれているもので要は寝ている人の状態ですね、はい、朝起きると昨日の自分の睡眠によって今日今日の一日がどんな風になるかっていうのを予測するっていうのが今研究が進んでいるので寝相を取ってみたりそうです、ね、寝息を取ってみたりみたいなアプリケーションは知ってましたけど、はいはい、それよりか全然精度の高いものがそうですねいろんな情報が取れますのであの実はで我々も研究してきて分かってきたのはやっぱ睡眠なんですね 睡眠にいろんな秘密が隠されていて人間はこの睡眠の時間もそうですし深さとかその寝方っていうんですかね、うん、その時の体調変化に大きく次の日影響されるっていうのが分かってきましたのでここがすごくウェアラブルの面白い領域だなと思っています今日もあの僕ミてラさんとお話しするの楽しみにすぎてちょっと面白くしようって考えてたら、はい、人生今までで一番の悪夢を見まして9連続ぐらい悪夢を見るっていうですね 悪夢を見て起きる夢を見るっていうのを人生初めて先ほど経験しまして<ー> <laughs> 面白いですよねあれ寝るるのがが浅いい時が人は夢を見てるみたいですよね、はい、だからなんか徹夜しちゃおうかなと思ったんですけど寝ないと嫌だなと思ったのが多分この信じられない浅い睡眠を生んだみたいでまたこう寝た気がしないけどなんかあと現実味がすごくある夢を浅いと見るみたいな。 こんだけいっぱい寝てきたのに、新しい発見ありますもんね。それがだから、実際僕の脳波とか、はい、心拍がどういうふうになってたかということも。出てくる、ね、っていうことですよね。はい、もうなんか、全部、密じに全部、もう丸見えみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> でも、このあの、開発なんですけれども。はいはい、やっぱり作るのはなかなか、シャツの開発は大変で。そうですね。はい、すごく大きな改良を施した、なんかトラブル、トラブルというんですか。トラブル前に。 気ががついた事例があっったたというふううふに伺ったんですがそうですすがそのウォッチ型と最大の違いというのは、はい、正確に生体情報を取れるっていうのを売りにしてるんですね。なるほどで正確に生体情報を取れるって売りにしておきながら結構、まあ、ノイズっていうんですけれどもあのデータの乱れがあったんですね。はい、でどうやって解決しようかなってずっとこう悩んでたんですけれども。 まああの父親とあとはまあ一緒に作ってくださっている工場の社長さんと話している中でそれに気づきましてそれであのまあ要は父親が昔から考えてきたこととかいろんな知見も合わせてで改良をちょっと施すことになりましてそこはやっぱ靴下の技術みたいな経験みたいなそうですねうされるんですかねそうですね,、まあ、靴,ですね靴下を作る時もそうですし、うん まあ父親の中では毎日毎日ずっとそれこそ睡眠に削って多分糸のことを考えてるんでしょうねうでこんなやり方があるんじゃないかとかこんな考え方があるんじゃないかっていうのをずっと思ってたと思うんですねでそれをちょっと教えてもらう機会がありましてで量産に入れる寸前だったんですねそれを。<あ>でもうこれ止めないとへ、まあ、変なことはないんですけどもっといいものが作れるのに量産してしまうということで一回量産止めてもらってでその改良版で量産すると。 いうふうにこれ簡単に言うとシャツ型アンダーウェアの形ですけれども、はい、波紋とお呼びしていいんですかこれは中にあの肌にせあのつく方に、えー、銀紙がすごく入っていて、はいそ,はい、それが通電することによって、はい、その微弱電流を。そうで,すでまあ左右の電位差まあ心臓の周りの左右の電位差を取って、はい、そこからまあ要は。 なんですかね、こう振電のデータを取っていくような仕組みなんです。ですから少しでもその糸の伸びとか、あとは糸の導電性が例えば均一でないとか、少しのそのものすごく細かいその品質によってデータが綺麗じゃなくなるんですね。なるほど。あのノンハとかで頭にビタ,ビタビタビタっていっぱいつけてる、はい、あのマッサージ機ペタペタ貼るやつをもっとライトにビタっとついてるみたいなイメージっていうことですよね。うではい、ただすごいそのひょ表皮皮膚の表面に出てる微弱電流を取るので。はい その今おっしゃっていた銀メッキ繊維に村が繊維自体に村があったらそれが電流の村なのか通電の村なのかっていうのが分かんなくなっちゃうみたいなそ,で、はい、そこはやっぱりあのもう三ツ星ならではの技術がなせる技みたいになってくるっていうことなんですね。はい。で、はい、これ本当に今だから心臓以外どこ,どこ場所変えたら他の部位とかそうですねですから例えば 他の臓器実はどの臓器も波形で出してるんですけれども、はい、まあ他の臓器もそうですし、すね、はい。例えば筋肉の動きですね。はい。例えばあのスポーツをする場合だとどういうふうに筋肉が動いてその例えばボールを投げるとか、はい,はい、はい、バットを振るとか、どの順番でどの筋肉みたいな、そうですはい。この人がすごいのはこの筋肉のこの部位がこのタイミングですごいからだ、はい、みたいな。はい、例えば一回バットを振るだけでも筋肉っていうのを二百箇所ぐらい使っているといいますので、はい,はい。 その細かいポイントに全てこういうセンサーを埋め込むとその人の動き分かりますよねですから例えば他の人との比較もそうですし、うん、例えばトップアスリートだとものすごいミリ単位の筋肉の動きの差っていうのがスランプに陥ったりしますのでその動きが同じ動きができているか要はいい時の動きと同じ動きができているかを見たりとかですね。 同じです動きは全く同じですこのままこれを続けて練習してくださいって断言で <laughs> 本人よりも断言できるみたいな不思議なケースが、ねはい、不思議なケースが、ね、これはもうあれじゃないですか三つ藤スーツじゃないですかこれもう次に作るの <laughs> オール銀繊維のそうですね頑張ります、ね、ど,こどこでも取れちゃうみたいになったら <laughs>、はい、すごいっすねありがとうございますしかも全ての生き物植物以外は、はい そうですね、あの動物もってるお話もありましたからね。植物もやれって言われるんですけど、植物はなんでやるんですか?。お水を一番やる、水やりの時間を教えてくれって言われてですね、お客さんから。何でも、何でもやってないんですって言うんですけど。<laughs> いやでもありえんじゃないですか、これは本当に。ただ、あれなんですね、植物も呼吸をしているので。はい、あのまあ、なんか、状態の変化はわかるはずなんですあと<ん>、電流ですよね。うん、そうですね。微弱電流。そう,そうです、そうです。 すごいなあすごい精度の,あの銀メッキ繊維を作るとい生き物がやっぱ基本電気で動いているので、はい、電気信号なのでっていうので全部生き物どころかですね家電製品とかそういう工業製品もで電気すごいですもんね今ど,んどん精密電気に、ねはい、まさかこうつながってくる、はい、ただでもこれあのお洋服って法的にはどうなんですかあのなんか耐久性ととなんだとか こう勝手に洋服作っちゃダメだよみたいな、<laughs> こう今までない洋服ですよね。これハモにに関しては。これってん、まあ、どんな問題もなく。いやえっ、ー、と一応ですね、その体にいわゆる影響がない、はい、あのまあ安全性のあの基準っていうのはありまして、まあそういったものは当然もう靴下作ってきたぐらいですから、あのクリアするような品質はあります。であとは洗濯耐久性でこういうのよく言われるんですね。はい、洗濯できますかって言われるんですけど。はいはいはい 一応、日本の規格では100回程度選択できることっていうのが定められていますので,で我々の製品も大体130回ぐらいまで家庭用選択していただいてもあの同じデータが取れるっていう保証をしています <laughs> これ靴下、聞いてきますね。 いや、靴下作ってましたからって言われると、すっごい、なんでしょう、この信じられない説得力ありますよね。そうなんです。靴下とシャツだと、絶対、なんか靴下の過酷な状況だっていうイメージが。蒸れたりもしますしね。蒸れる、すれるみたいなんですもんね。そうすると、あ、あ、なるほど、そ靴下作ってらっしゃったんなら、間違いないていうふうに。繋がるもんですね。ありがとうございます。いろんなことが、じゃあ、もう、このウェアラブル、た端末になるんですか。ウェアラブですね。端末。ではい。これはもう。 じゃあもう無限の広がりを見せていて、はい、今はじゃあ三てさんのところには面白いオファーがいっぱい来てるような状態ですかそうですねもう世界中から不思議な依頼が来てあまずこの波紋のオファーもすごいわけですよね、はい、そうです刃、ね、文を使った何かっていうはい、はい、そうですでそもそものあのエイジポスギメキ繊維ですねはい、はい、に対するオファーもあるということです,すね、はい、何対何ぐらいな感じなんですか そうです、ね、まあエイジポスが3割ぐらいですかね今、うん、まあ割とウェイラブルが面白がられているので7割ぐらいはまあウェイラブルでこういうことやりたいとかこういうことに困っているとかありますねいやでもそれ両方ともその3割も濃そうですよねこんだけ作ってるのに違くてこの繊維また違う例えばその植物で,、ねでね、動物にも使えるんじゃないのとかって言ってくる人の発想もまた、はい、そうなんですもう結構なので 何でも野菜になりそうなので気をつけてますけど。<laughs> なるほど。あの特化しようと思ったあの日にもつながるところもあって、はいはい、あまり広げすぎてもあれだけれどもっていう。うで,でもやっぱできここにしかないものっていう、三つ夫人しかないものっていうものをまた特化させていくっていうことですね。はい、そうですね。まあ相談してもらえるうちが花なので、いろんな。 方に会っていいろんんななな話したいなとは思うんですけどなんか資金繰りのお話も聞いたので、はい、全然あれですね真逆の嬉しい悲鳴というか全然楽ではないですけども、ねうん、本当にそうです、ね、嬉しい大変さがすごいっていうような、はい、私はもうこうやって喋るだけの仕事なので社員が大変ですねうんですから社員の方が本当に負担が大きいのでなるほどちょっと考えなきゃいけないかなと開発すごいしなくちゃいけないそうことです,か、はい、ですね すさまじいスケジュール入ってますからあの開発者のスケジュールがですね次のミーティングまでになんとなくあらかた試作を作ってくださいみたいなそうなんですよなった時には、ね、全部がオートクチュールオリジナル、はい、オーダーメイドなわけですもんねそうなんですで私の指示って一行じゃないですか本当にこの一行っていうさっきありましたけど「<laughs> 何々をいつまでによろしくお願いします」はい,はいはいはい「わー」みたいな「聞いたこともない」みたいなまた社長だよって言われるわけですよね <laughs> <laughs> また来たたかこれみたいな <laughs> またあれですねこの番組「エラボーインデックスでまた反響が出て <laughs> また不思議なオファーで膨らむと <laughs> でもなんかなんか人間生き物に全部結局つながってきてこの生き物のことなので人間の幸せにすごくつながっていくのは、はい、なんかとても素敵な流れですよねそうですね、うん、さあそして昨年、はいえー、三藤株式会社は福島に工場を、はい、作られたということで、はいはい、これはどのような工場なんでしょうかそうですねあの 先ほどお話したウェーラブルといってもいくつか工程があってでそれを作らないといけないんですけれども銀メキ繊維を作った後のその服を作ってあの通信機器を作ってっていう後ろのその作業をする場所ということで、はい、福島県の川又町というところに工場を作らせていただきました。これ京都のの会社じゃなないででですすか三は、はい、なんで福島県にそうですねあの実は工場をつくあの私の祖父があの 先ほど最初にお話した工場っていうのは2008年にやはり私の父親がそのお金がなくなって売却せざるをえなかったんですね、はい、でやっぱり製造業なのでもう一回工場を作るっていうのが目標だったんですけれどもで用地を探したところなかなかなくてですねであるまあ方からご紹介があって「福島に工場を作ってみる気ないですか?」と言われて、えー、一度町にお伺いしたんですね。 でそうするとあの私がこれ会社継いだ時と同じ光景が蘇ってきてですね、はい、私あの京都に帰って周りの人にあの会社を継ごうと思うんですって言うとですねあのほとんど反対されたんですで反対された理由がもうだめだよってこんな町もダメだしこんな会社もダメだとで働いてる人たちもそうですし周りの人もみんな諦めてるんですね。う 福島の川端町に行くとあの心のどこかではあの震災から復興して川端町って繊維の町なので繊維も復興するという心のどこかに強い思いを持ちながらもでも言葉に出てくるのはもうダメだっていう言葉なんですねいやーこんな町もうダメだよと工業団地はあるけどね誰も来ないよって言うんですよねですから京都で三宇治という会社を通して 私たたちが挑戦してきたことを、ま、この町でも挑戦できれば京都の人たちもだんだん信じてくれるようになったんですけれども福島でもそういう新しいその信じてもらえるあのチャレンジができるんじゃないかなと思いまして、うんまあ、いろんな工場の用地もそうですしであのそういうチャンスもあったので,でそれで福島に 工場を作ることになりまましたいやー繋がってますねーあの僕あの母方が福島で合図なので,で,で原発事故で福島自体の,、うん、あの名前もなかなか、はい、状況もしんどいじゃないですか、はい、今有料企業をすごく福島県が誘致してるっていう、はいはい、そういうのにあの協力的な状況をどんどん作っていってるっていうのも聞いてたので、はい、なんかこういう世界にこうドーンと打ち出している会社が、はいはい、福島県に新しい工場っていうとちょっとやっぱり。はい テンンション上がりますよねありがとうございまもうあの地元の皆さんもすごく勇気づけられてるんだろうなっていうふうに思います、はい、そうですね。はい、さあそれではお時間も迫ってまいりましたのでそんな三てさんのですね、はい、座右の銘をちょっとお伺いしたいなと思うんですが。はいはい、そうですねまた私、まあ、ある人から、まあ、こういう会社をする時に大事なポイントとしてって教えていただいたのが、まあ、何の仕事するかじゃないよと。 誰とするかを大事にしろとほ<う>要は仕事の中身よりもですねどんな人と出会ってどんな人と仕事をするか要はこの人と仕事をしたいということを大切にしてくださいねというふうに教えてもらいまして、うん、なので何をするかよりも誰とするかっていうのが私の座右の銘というか心がけていいることですねいやーこれはなか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 深いですね。本当ですか もっとなんかやっぱりエンジニアの方がたくさん聞いてい,ああのいる番組ですし、はい、エンジニアでもう本当に成し遂げた方とかもレジェンドエンジニアで来ていただくんですけれども、はい、何でしょう,こうまた技術とか、はい、環境とか、はい、そういうところとはまた違ったこう,そうです、ね、とてもハートフルな、はい、でも幸せとかって考えた時には本当そうですよね。そうですねで誰とするかっていうのに重きを置いてちゃんとやっていればそれが何かにつなまたつながってっていうような。はい ことですもんねねそうです、ね、ですすからまあ手前味噌ですけどやっぱり会社の社員に対して社長責任が全責任がありますのであのこの人のために本当に命がけで一緒に働けるかっていうのを社員に対して常に思える人に来てもらわないといけないですしうそういう会社にしないといいいけないなと思いますあの三寺さんが影響を受けた方がいる、はいはい、ということなんですけれども。そうなんですああのまあ 岩手県の大船渡市に渡特養老人ホームをやっている、まあ、成人会という社会福祉法人があって、はい、こちらでずっと我々のこのウェアラブルを使って要は夜間の見守りの実証実験をしていただいているんですけれども、はい、そこの、まあ、山崎茂会長という会長がいてもう90過ぎてる方なんですけど、はい、ですからもう介護している方の方が入居者の方が年下なんですよね。はい、でその90を超えたその茂会長が あのこの三通寺さんのウェアラブをぜひテストしたいと連絡が来たということですか、はい。で、まあ、お話しいただいて今テストしていただいてるんですけれども,あのもう目線が違うんですよねこういう我々のような三通寺もよく取り上げられていただいて、はい、すごく注目していただくんですけどやはりあのだん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 自分たちが本当は製造業でコツ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 ものづくりをしないといけないんですけれども。 なんんか派手に目立ち始始めめるると勘違いし始めるんですよねでやはりこういう茂会長のようにあの本当に素晴らしい仕事をされていてでも90過ぎてたくさん施設をお持ちなのでもう自分が現場に行かなくてもいいんですよね全くもう家にいてゆっくり過ごせるんですけれども,、はい、もう自ら率先して現場に行き我々のような技術を探してきてこんなものがあれば自分たちの入居者の方の安心安全を守れるんですって強く言っていただいて。 本当にあのそういう方が日本にはまあ、たくさんいらっしゃってでいわゆる我々に対してもそおごらずに謙虚にずっと仕事をしなさいと、まあ、教えてくださってるような気がしてそんなことはおっしゃらないですけれどもその仕事の姿勢を見せていただいてあの教えていただいているので私も自分がなんか口でこういいこと言うんではなくてですね自分の仕事の姿勢といいますか一生懸命こうコツコツやる姿をまあ 社員の方に伝えて、それでいい会社を作りたいなということで、あの尊敬する方として挙げさせていただきました。あじゃあ、山崎茂会長からは、そういうなんかとうとうと経営とか生き方みたいな話を。ご降雪いただいたとか、そういうことでは全然なく。そうなんです。ただ、もう施設に行って、職員の方とか、あ,あの会長の姿勢とか。お仕事されているす、まあお姿を見ると、あのすごく、その学びますし。実は私の祖父もですね、九十四で亡くなるまで。はい 工場にずっといたんですよであの工場で死にたいって言って、まあ、工場にいたので個人的にはすごく重なるもんがあってですねこういう、まあ、いわゆる先輩方が日本の産業をこうたくさんこう発展させてきてで我々の世代がそれを引き継いできちんとまたあの成長させなきゃいけないなとまあと見てらさんから僕らはこうあの本当に勉強になるのは身近にいるんですよね。 師師匠匠って人生の師匠とかす,、ねはい、すっごい近くにいるんですよね、はい、き気が付かないだけで、はい、なんか普通にしてらっしゃるから偉そうに喋ったりとかもしてらっしゃらないので、はい <laughs> はい、だからそういうのに気が付く力っていうのもやっぱ持つようにするとあ、はい、あの本当に師匠の多い。 素敵な人生に人生のレベル上げてくれる上がる人生につながってきますよね気が付くようにしなきゃっていうの今今伺ってなんかすごいこと言ってもらったんですとかっていうエピソードだと思ったら全然そういうことじゃないっていうだったら普通のクライアントさんってことですよね簡単に言うとそうですすごいなと思いましたさあこの先のミテラさんのですね仕事のビジョンも教えていただきたいんですけれども具体的にどうの無限の広がりだなという感じはしてるんですけどもどのような感じでしょうか あのまあ実はこのウェアラブルって世界の海外の方が理解が進んでいるところがあるなと思うんですね、はい、で私たちの一番最大の今パートナーっていうのは IBM なんです<ー>であの IBM のその、まあ、本社がアメリカにありますけれども、はい、アメリカ側であの我々のウェアラブルは採用されていますですからあの世界的に見て日本のこういうウェアラブル技術というのは そのまあ、世界の大手の IT 企業から見たときには非常に先頭を走っているわけですね。あ,あとイメージもぶっちぎりでいいですよね西陣織ですもんねルーツ、ね、半端ないですね世界のどこにでも切れるカードですよねそうですね俺靴下でしびれましたけどそのルーツ西陣織ですもんね、はい、それアメリカ人なんてもうイエイしか言わないですよねイエイとは言ってなかったんですイエイですよなるほどなのでの信頼というかすごく高い。で あのやっぱり嬉しいのは福島の先ほど話ありましたけど福島で工場を作ってものを作ってる会社は絶対悪い会社じゃないとそんなに真剣に震災復興をやろうと思ってるのは素晴らしいしやっぱり海外に行くとですね自分たちも復興に協力できないかという会社多いんですねです意外とあのみ皆さん本当に大変な思いを日本人がしたっていうのをよく知ってますので、うん、そういうのもありますし。 あとはあの世界で評価されている技術をきちんとそのまま世界最先端で走り続けないといけないと思いますしあの日本がウェラブルをやる意味というのは日本が世界で一番早く高齢化超高齢化を迎えていくんですね。はいはい、でここできちんと技術を磨いて日本でこの高齢化社会に対応できる。例えば一人で 生活している高齢者の方が安心に生きられる社会って素晴らしい社会だと思うんですねそれって私たちが作った上でかつこれから実は世界中の国が超高齢化社会になっていくんですねで、日本だけの問題ではないので日本でこういう見守りができますよ素晴らしいものですよって作った上でそれは世界中の困られている課題を持っている国に持って行ってで、また福島のようにいろんな周りの会社の方と出会っているその出会いの皆さんと一緒にですね 世界中にに行きたいいいいななとううふうに思っていますうんいやなんかその海外の人たちもすごく気にしていただいてるとかあと福島に工場を出してるってことがって言って少しでもプラスにっていう、はい、この流れは本当に嬉しいですよね福島県民の人もみんな嬉しいでしょうしそうです、ね、確かにそうですよね、はい、実際に福島でなんとかってやれる会社は少ないかもしれないですけどだったらそことっていうふうにやるっていうのはそれも同じようなことですもんね、はい、そこを手助けするっていうのは。そうなんです あとなんか昔 Windows95 とかプログラムとか僕少し習ったんですけど全然できなくてその時から言われたのがハイテクは人に優しいんだよっていうこのあとハイテクはどん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 ハイテクになってて人のことを何にもしなくて分かるようになってくるからっていうのの時代がまさにこれの一番人間と触れる場所っていうのがこのお話ですもんねこれだからすごいですねもうどうなるんですかって IBM っていきなり世界トップの名前が出るっていうことに強力なリアリティを感じますけれども。 なんでしょうワクワクすることだらけなんだろうなとあとなんかもう僕の想像の域を完全に超えたのであの経済ニュースとか楽しみに <laughs> <laughs> します多分もう西陣織がまたそこ、はい、キャッチーですもんね,ね西陣織が世界のなんとかみたいななんかタイトルになっていくんだろうなっていうのもちょっとワクワクさせていただきたいなと思っておりますでは最後にですね番組を聞いている若きエンジニアへのアドバイスを 寺さんからお願いいたします。はい。あの私も実はあの松下電機に入った時ですね。最初2年間は SE だったんですね。はい、でやっぱりエンジニアってもしかするとお客様から距離が離れていたりするんです。ですから自分たちが作ったものがどんな風にお客様の役に立ってどんな風に社会をいい意味で変えているかということを気づかなかったりするんですね。ですからぜひお客様の現場に行ったりとかですね。あの。 いい意味でこう視野を広げる機会を持っていかれるとあのすごく自分のやっている仕事の意味が価値が感じられるんではないかなと思いますので,、うん、でそれがまた自分のやる気にもなりますし自分がこういう技術の勉強しないといけないっていう成長にもつながっていくと思いますので是非決めつけずにです、ね、視野を広げるあの機会を作られたらどうかなと思います。 はいさあということで今週もあっという間にお時間となりましたもうあれですねもうドラマのような映画のようなお話でしたけれども、はい、まだまだこれは本当にもう何でしょう三光氏で言ったら三寺さんで言ったらなんかスタートここからもう今スタートし始めてみたいなそうですね第一章の物語でね。ったら終わりぐらいでしょうね 面白いお話がどんどんありそうなのでまたぜひあのお時間あるときにスタジオに進みに来ていただきたいと思います A ラボインデックスこの時間のゲストは三宇治株式会社代表取締役社長三寺歩さんでした2週にわたってありがとうございましたありがとうございました 松風まさやがお送りしてきた b イフ f m エラボインデックスいかがだったでしょうか三菱株式会社代表取締役社長三寺歩さんお話伺いましたけれどもあのこの番組冒頭に「エボリューション」というふうに進化新しくこうねエボリューションしていくっていう意味でもぴったりっていうお話しましたけれどもその後のオープニングしゃべってるのがメイドインジャパンのねあの誇りを持ってここの技術をっていう。 ことも話してますけれどもまさに光氏のルーツが西陣織の帯っていうことでここもつながってきて世界にね羽ばたく時に着物って言ったらね忍者着物みたいなのも世界的に有名なわけじゃないですか全部つながるんだなあっていうふうに思いましたそしてこうそういうのがこう物語がねつながる方あの三寺さんのお話がすごくこう考え方がとても人間的でハートフルでなんか切り取り方 とても勉強になりましたそういうふうな考え方を持って大切に大切に人に会っていこうなんていうですねあのわーって目から鱗が落ちることがたくさんあったのでまた改めてアーカイブの方を冷静な気持ちで聞いてみたいなと思いましたさあ皆さんはこの番組どう思いましたか感想メールお待ちしておりますメールアドレスは alabo.bayfm.co.jpalabo.bayfm.co.jpalabo のつりは alabo です そしてこの番組 A ラボインデックスのブログでは今日のゲスト、ミテラさんとの写真などスタジオの様子もご覧いただきますまたゲストパートですが実は放送されている部分はほんの一部なんですインターネットバージョンほぼノーカットで毎回アップしてますのでぜひ b f m ホームページ内 A ラボインデックスのブログチェックしてくださいねそれからもう一度今日の放送を聞きたいという方はぜひラジコでどうぞラジコではただいまタイムフリー調子機能で放送後1週間過去の番組を聞きますぜひこの A ラボインデックスラジコのアプリをダウンロードしてみんなでシェアしてください それでは、ベイエフエーラボインデックス。お相手は松風雅也でした。また来週。